で、じゃあ翌日です。ちょっとあのルートもこっちかな、これだ。で次の日は7日目か、全9日中の7日目、十和田湖からずっと降りていって弘前まで行った日ですね。弘前の手前まで、サラスパ、そうなんですよね、嫌がらせ、うん言われるってのは、あのコメントはなんかもうすでにネタ化してきてるな。とすって私は元からそうなんですよ、子供の頃からの祖母に言われてました。あ、三重か、熊本30度まだ大丈夫ですかね。そう、片道飛行機で行って帰りはあの新幹線とかでやったらどうかなと思ってるんですけどね。実家福岡でもあるし、でも寄る時間ほとんどないな。あ、伊勢神宮は昔行ったことあります。今遷宮で大変なことになってるんじゃないでしたっけ。あのテレビ見ない私でもなんかあの、食事に行った店先のテレビでよく見てます。電波難しいですね今日は寒い。あ、残り10分、了解です。でこれは400円の朝食です。で私はなんか400円にしちゃすごくあの豪華ではないんだけど手間かかってる感じで美味しかったですね。特にこれが美味しかった。私ナス大好きなんです。ナスのこれは何だろう、炒めに煮浸し、いや浸してないな、これがすごく美味しかったです。あ、流れた流れた、伊勢海老わかんないです。今日はどこも寒かった、うん、外寒かったですよね。寒いまで行かないけどだいぶ涼しかった。かきもおばあちゃんが電波で、うん、そばはつい先なくなりました。近畿も、あ、近畿ってどっからどこまででしたっけ。鈴鹿が、あ、鈴鹿は行かなかったですよ。昔私はあの石暮峠っていうとこ登ったことあります。あの2メートル幅がないとこじゃなかったかな。あのブロックが置いてあってその間を車が抜けられるか抜けられないかっていういろいろこすった跡があります。水煮ですかね、結構味は濃かったですよこれ。で、あのもっと民宿なんで、あのこのお箸のお箸がですね、あの中に巻いてある紙がさっきのあの十和田湖荘ホテルって書いてあったんで、もしかしてこれあのホテルから取り寄せてたのかなと思ったんですけど、まあここ元民宿なんで、であの箸だけあの十和田湖荘で働いてた人がもらってきたものなんだそうです。細かいな野菜が。三重はどこに入るんだっけ、確か三重近畿じゃなかったかな、違ったかな。通行禁止、今はってのどこだっけ、今どこの話してましたっけ。行ったことないのが、あの割とメジャーなとこで分かりやすいところには行ってるんですよね。ん、後から出し入れる、ん、出汁を入れる、普段は3食、そうです。あ、そっか、三重東海だっけ。おばあちゃんか、卵かけご飯、確か今回卵出なかったですね。あ、でこれあの宿から出発したとこです。この日から天気完璧に良かったですね。 TKG、 そうそう、三重が確かあの紀伊半島の中で唯一紀伊半島に入らないのか、あれは東海でしたよね。でこの辺りあの県境が入り組んでて、一部秋田だったり一部あの青森だったりします。でちょっと宿から 2,3 キロぐらいかなの湖畔のところに店とか宿が集中してて、十和田湖でございます。朝の十和田湖、ああ、そう、長崎にも行ってないんですよね。三重と山梨、あ、山梨か、そうですね、山梨は甲府県、うん、本当にこの日は目で見ても色綺麗でしたよ。決してこの色強調だけのせいじゃなくて、でここ水が綺麗なんですよね。多分砂地で湖の底が見えやすいからだと思うんですけど、かなり綺麗でした。で水はそんなに冷たくなかった。龍角散って昔飲んだことあるな。そう、県境が入り組んでますね。島原半島は長崎県でしたよね。ん？永久だこ、タコ。ダメだ、コメントがちょっと、すいません、またちょっと飛ばします。
で、これがなんだっけ、乙女の像だったかな。確か乙女の像って名前でしたよね。特に何かその、民話とか伝説に絡むものじゃなくて、高村光太郎による作品なんでしたよね。もう一枠か、23時、まあ土曜金曜夜ですからね。もう一枠やるかな。でも喉が喉の調子が。でここであの観光客で来てたおじさんの中、そうそう、あの勘違いおじさんがいて、前来た時は一人しかいなかったぞとか、名前がなんだっけ、あ、そうそう、タツコ像と勘違いしてたんでしたよね。田沢湖っていうところが近くでもないんですけど、ありまして。今、写真は十和田湖で、私が前行ったこともある田沢湖って、こっちの方にはタツコ像っていう金色の女性像が一人立ってるところがあって、そっちと勘違いしてたんですよね、その人は。しかも前来た時は一匹しかいなかったぞとか言ってましたね。そうそう、一匹。なんかしばらく納得してなかったですけど、ガイドさんがそれはタツコ像と言って田沢湖の方ですって何度も言って、最終的には納得してたんでしたっけ。紅茶に吸った生姜くる、あ、黒糖美味しそう。喉に効くかどうかは別にして美味しそう。あ、すりおろし信号いいですね。で、天気が良くて紅葉前のもみじですよね、これは。やっぱり葉っぱ裏から見ると綺麗。そう、声がでかくて放送にモロに入ってましたね。うん、動画で声だけでも十分わかると思います。あ、蜂蜜はよく聞きますね。緑茶うがい。どっから来てた人だったっけ？神奈川って言ってましたっけ、あの時。で、これが十和田湖神社だったか、十和田神社だったか。ちょっと湖畔から歩いて入ったところにありますね。タバスコか。タバスコか。私はパスタには割とタバスコ派なんですけど。で、さっきの本殿の方よりも この辺りの方が、埋もれかけですごくいい感じでした。原生林ってわけでもないと思うんですけど、かなり神社が緑色に飲み込まれかけてる感じでしたね。横浜でしたっけ？だったっけ？スライス。ん？大根スライスして蜂蜜入れて汁を薄めて飲む。まあ、蜂蜜汁ってことですかね。蜂蜜ジュースというか。うん、阿蘇もちょっと考えてました。飛行機で行けるところとして。で、奄美大島も行きたいと思ってたんですけど、あそこは穴じゃいけないんですよね。確か JAL しかないはず。で、これが湖畔の道です。ただこれ日陰で綺麗に見えるんですけど、寒いんですよ。多分15度前後だと思うんですけどね。見た目綺麗だけど、日向の方が気持ちよかったです、この日は。天狗いたっけ？うん、苔むしてそうで。金堂さんって誰だったっけ？漫画のキャラクターでしたっけ？マカロニほうれん草か何かの。あ、そう、これ外輪山って。で、この十和田湖の展望台の中の、この八花峠っていうところが、確かこれが一番絵的には写真によく出てくるところかな。この田沢湖で、間違えた。十和田湖を見下ろす展望台があるとこで、確か標高200メートルぐらい登るとこですね。コメントが、ラピュタロード、私が昔行った時にはまだラピュタって言われてなかった。あと場所どこか知らないんですけどね、ラピュタの道は。石垣島は、ANK ってなんだっけ、アナとどういう関係にあったっけ。せっかく行かない、あ、もう次枠か。一応次枠やります。田沢湖は昔行きました。動画残ってます。いや、次すいません、4枠目ですけど、この枠まで。あー、なんか喋りづらくなってきた。
ダメだ、喉がクリアできない。いらっしゃいませ。1分からスタートで。よし、落ち着いて、ゆっくり喋れば、そんなに、負担にならないはず。いや、風邪の体調ではないんですけどね。じゃあ、ラス枠で。十和田湖のこの展望台のとこからです。いらっしゃいませ。で、ここに売店とこの展望所があって、景色はこんな感じです。これデジカメ写真2枚繋げたやつなんですけどね。パノラマ機能だとなんか、うまくというか、画質的に満足できないことがあって、バラバラで撮って構成した方が綺麗になるんですよね。そう、これ南側からなんで、一応太陽背にしてますね。これが十和田湖の、で、さっき乙女の像とかあったのこの辺りですね。で、このところ白い点が映ってますけど、これは、遊覧船。結構本数出てましたね。いつ見ても一隻二隻かな。が湖の上にいました。遠くから見るとおもちゃみたいなんですけどね。で、あとさっきの乙女の像があったところズームしたのがこれです。これですね。これが2匹に増えた乙女の像。おっちゃんが2匹に増えたって言ってたやつ。あ、そうそう、北側の方が高いんですよね。北側でも逆光になるはずなんですよね。太陽の向きで言うと。そう、これですね、これ。だからこの時はお客さんが来てなかった時か。ここに登ってくるのでもう11時過ぎてましたね。そう、ジオラマのような。で、展望台のその背中側にある売店で、いろいろ見たんですけど、結局これ買いました。南部せんべい150円。確かごま味と、なんとか味と、あとこのプレーンがあって、まあ初心者としてはプレーンかなと思ってこれ買いました。そう、まだ残ってます。ん？最近枠待ち？そうですね。しばらく枠待ち見てないですね。配信する人が減ったのかな、枠に対して。ああ、せんべいの耳ですよね。で、この後展望台からちょっと登ったところの八ヶ峠に一応登って、で、さらにそこからもうちょっとだけ進んだところに、この、なんて読むんだっけ、指名邸かな？指名邸展望休憩所っていうのがあります。まあ、もう一個の展望台ですね。全部で展望所はいくつあるんだったかな？十和田湖結構あちこちあるんですよ。ここに固まって二つあるのと、さっきのコメントにあった北側の方の一番高いとこと、あと何箇所かありますね。いや、プレントは特に書いてなかったと思います。そうそう、せんべい汁に。でもそのまま食ってもそれなりに美味しいですよ。塩気があって。あ、ツイキャスにそうなんですか。ツイキャスってなんか画質がそんなに高くないかなってイメージがあるんですけどね。あと、やりとりすると全部ツイッターに流れるってイメージがあって。あれは確かツイッターに流さないこともできるんでしたっけ。で、さっきの展望台が、これですね。ここに売店があって。で、ちょっと目の前の木が邪魔なんですけど、左右の見晴らしはこっちの方がいいです。うん。あ、やっぱできるんですよね。確か一遍コメントで聞いたはず。画質はやっぱそうなんですかね。なんか iPhone 画質みたいなイメージがあります。うん、ここは、多分これが今回の中で一番、景色的には綺麗なとこだったかな。この木さえなければ。いらっしゃいませ。まあでもツイキャスはなんか使う帯域が、少なくて済むんですかね。なんか電波が悪くなったらツイキャスみたいな。で、この写真何かっていうと、さっきの八ヶ峠の近くの駐車場の、トイレの水を借りて自炊しようと思ったら、こんなこと書いてあったんで。で、結局どうしたかっていうと、緑茶とどん兵衛。これ茶色く見えますけど、緑茶でございます。紅葉は、あ、そうそう、10月上旬なんですよね、このあたり。
正回避、いや回避はできないと思うので遅くてもなんとかなるっていうことじゃないのかな。沸かせばどうなんでしょうかね。というわけで、お茶を沸かしました。あの渋い緑茶を沸かして、で、お湯入れた後にさっきのせんべい乗せて、せんべい汁どんべ、ん?せんべい汁どんべい、あの鴨ネギ味だっけ。でこれが意外と美味しかった。あの緑茶の味がどうなのかなと思ったんですけど、あの放送中も言いましたけど、どん兵衛の味強すぎる。緑茶と一緒にしたしても、あの後味が渋いぐらいで、全然あの普通のどん兵衛と私は区別つかなかったです。いや多分食べ比べれば分かるんだろうけど、その時に食べた限りにおいては緑茶のイメージは全然残らなかったですね。いや わざわざ緑茶出るメリットないんですけどね。でこのせんべい美味しかったです。せんべい汁専用かどうかわかんないんですけど、まあ、周りはかなり柔らかくなってしまって、この中心あたりがいい弾力で美味しかったです。割と歯ごたえっていうのかな、グミでもなくて何系っていうんだろうか、食べた人だったらわかるんだけど、中水って何でしょうか。あ、でもせんべいですね、乾いた状態で食うとパリパリで全然硬くないんですよ。これはせんべい汁用のせんべいじゃないのかもしれない。でも美味しかったです。ポカリで、ポカリか、でもポカリでも多分勝つと思います。グルテン出して焼いてる、グルテンなんかあのなんだっけ、タンパク質じゃなくてでんぷんがどうとかいう話でしたよね。浄水、下水、中水、あーなんかその綺麗さというか純度というかそれのレベルなんですかね。でその後降りてきて湖畔で、まあ、ここにベンチがあって、ここに自転車を置いてですね、あのこの日のあの弘前の方面の宿を撮ってました。写真こんだけしか残ってないです。ここはなぜか今回写真撮ってないとこ結構多いな。そう、どん兵衛だし強すぎます。ミステリー、これは何ですかね。なんかこういうのがあるなぐらいしか見てなかったですけど、なんか意味あるのかな。そう、醤油味しては。この写真いいですか。私はこれ全然そうではないと思うんですけど、なんとかの後なのかな。あ、これ虫が苦手な人ダメですかね。これもカブとクワガタ系は大丈夫じゃないかな。住居跡なのかもしれない。私はラフレシアっぽいなって思いました。眠いと、ああ、それもあるかもしれない。こう割とでっかいですよね。あの道端をフラフラしてたんで、手の上に乗せて写真撮った後に道端にポイッと捨てました。でもこれなかなかあの離れないんですよね、手から。この光沢が綺麗。というわけで、うん、これミヤマじゃないですね。ミヤマもっとあのなんていうのかな、余計な出っ張りが多いです。ミヤマクワガタは、ミヤマクワガタのあの形って何の意味があるんですかね。あの動物種が遊びすぎって感じがします。そう、艶消しっぽい、なんか色かっこいいですよね。足が、そうそう、冬眠するって話も初めて知りました。クワガタって冬眠するんですね。カブトはだいたい冬眠しないとかいう話だったかな。あ、私クワガタに挟まれたことないな。あ、ヒラタですかこれ。あ、ヒラタとコクワの私区別ついてない。ヒラタもこんな感じでしたっけ。ノコギリクワガタは明らかにあのクワが長いやつで、急なアップすいません。そうそう、あのクワガタあの冬越えるっての初めて知りました。あ、2年間。ヒラタは羽の部分に筋が、うわー、ないかな。あ、すいません、アップまずいんだっけ。でこの後また一登りして、でこれがあの外輪山越えて、あの弘前の方に向かう土地の峠ですね。確か名前が滝忘れた、滝なんとか峠、滝の沢峠か。ちなみにここはあのこの後泊まる、翌日に泊まるのかな、しか翌日に泊まるライダーハウスのオーナーさんが事故ったってマークがついてました。この辺りで、あのライダーハウスの壁に貼ってある地図に。
一応ここも展望台あるんですけど、まあこんぐらいでしたね。で、かな分高値で、いや高値は国分けはあまりじゃない、あまりじゃないかな、見栄えがしないから、あ、朽木の下に国分で、大クワガタどんなんだっけな、冷蔵庫買っておりません。ミヤマはなんか形が全然違いますよね、あれだけ。なんかあれ、あの飾りがやりすぎな感じがします。そうそう、クワとかなんか出っ張り多いですよね、ミヤマは。登ったのは 200m 級に2本ぐらいかな、こんな感じです。こっからここまで標高差、これが八ヶ峠で標高差200ちょいで、今のが滝の沢で300ちょいか、300近くか、あ、ちょっと登ってますね、トータル500ですけど。あと20分もない、いや、まあ今日終わるとは思ってないので、明日やって終わりぐらいですかね。で、次は引きません、もう寝ます、寝るというか風呂入って寝ます。で、この後下っていって、途中で見つけたあの100円の無人販売のとこで、リンゴが4個100円でした。どれでも1個100円、これ4個入ってるから400円じゃないかってコメントもあったんですけどね、これは1袋でいいですよね。これ4個入ってるから400円って思う人は多分いないと思うんだけど、あとこれがなんか白インゲンとかなんだったかな。標高差表示、そう、あのルートラボ本当に役に立ちます。宮間肩甲骨、そうですね、あー、肩甲骨のイメージ近いな、そうですよね、平たいのが盛り上がってる綺麗な造形で、 3D プリントしたいな、ああいうのって置いとけば。で、少し離れたところにも別の、少し離れたところにも別の、あのお店が、無人販売があって、こっちの方は3個100円だったかな。なのでこういうのってあの得したこと確かめたくなりますよね。で、ここは結構あの代金必ず入れてくださいっていう紙があちこち貼ってあって、監視されてました。でもさすがにこれはないと思う、これは騙されないと思う。品種はどれだったのかちょっと分かんなかったです。特に書いてなかったかな。味的には何なんだろう、分からないな。あ、そうそう、外国だとないみたいな話もありましたね、市場に。でも傷は全然ついてなかったです。そうそう、肩とか言ってました。さかなクンみたいに被り物にするのは、何の話だっけ。で、すみません、ちょっとコメントまた流します。これ、あの、ケーブルも繋がってないですし、型も古いですし、汚れてますし、あと、ランプ類もついてないですし、まあ、そういう風に見せようとしてる意図はあるという感じなのかな。ちょっと面白かったです。ただこれ、途中の橋の欄干に座ってたやつ。なんか小さいおっさんがいるなと思ったら子供でした。で、そこからもう少し離れた橋の先にもいました。一応セットなんですかね。あ、レンズ割れてましたっけ今。セコムのなんかウェブカメラでケーブル引っ張ってやる方がそれらしいですよね。うん、おとりで、ああ、おとりの可能性あるな、そうかもしれない。うん、服着てますね。さっきも服着てましたよね。でも確かに夜見たらちょっとびっくりするかもしれない。シルエットで見えたりしたら。で、ここから黒石市。あの、私の頭の中では梅雨焼きそばしかない黒石市です。でも温泉なんですかね、ここは。あとあの、マークがどう見ても黒って書いてないんですけど、これってあの、亜空間のアですよね。なぜこれになってんだろう。ん？魚の像、あ、魚いましたね。なんだっけ、マスカなんかあったかな。そうそう、そっちも写真は撮ってました。あ、これと黒石はどういうつながりが。で、確かこけしの里って書いてありましたっけ。なんかあの、このこけしのこっちにも顔があるっていう。あ、でも確かこの後の温泉地のあれ違ったかな。全部でですね、600キロ前後じゃないかと思います。9日間かけて。あの、実際まだ計算してないです。多分1日アベレージ60キロ、70キロぐらいだと思うんですよね。
100キロ走った日もあったけど、40キロの日もあったし、だるま落とし。で、この後の道の駅で、ちょっと休憩してたら、違う、その前だ。最初にバイクで突するという予告があって、その時に両手放しで前から両手上げてきた人がいたんですよね、バイクで。その人です。WG さんは確か最終日に突いただいた方だから、この人は両手上げてるバイクの人でしたよね。そうそう。あと一応ナンバーも隠しましたんで、万全です。でもこれ車種とかで分かったらまたも特定されたりするのかな。そう、両手上げな人です。実際どうなんでしょうね。私自転車ですら両手上げのスキル持ってないので。で、確かこの時には、リンゴ1個持ってってもらったな、確か。リンゴ4個は食い切れないと思って。弘前の方にリンゴをどうぞって言って、地元のリンゴを渡すっていう、よくわからないことやってました。ん？サンマ祭り、目黒じゃなくて。そうそう。うん、私は明日も休みだし、あさっても休みです。でもなぜかその先は休みじゃない。あ、美味しかったですよ。あの時の方ですか。ありがとうございます。結局、リンゴは最終日までに全部食べましたけどね。家に帰るまでに。のぼりんさま祭り。あ、ほんとだ。虹の子屋台村？屋台村とかあったんですか、ここ。割となんか山の中の道の駅って感じでしたけどね。山の中ってほどでもないかな。そう、あさっても休み。だけど、しあさっては休みじゃないんですよ。おかしい。そう、地元の方に。チーム祭り。佐藤氏はやっぱりどうしても左右反転で全く同じというか明らかにそう読めてしまうんで、頭の認識が引っ張られますよね。で、この虹の子っていうところは水が少なかったです。これ虹の子で合ってるのかな？ダム湖の。さとち。フォントで書くとあんまり変わらないですよね。で、その後黒石の温泉、黒石温泉郷っていうところになるのかな、これは。がいくつかあって、これが、なんだっけ？ぬるい温泉だ、そうそう、ぬるい温泉。発音しにくい、ぬるい温泉。で、こんな感じでしたね。こけしの温泉でした。で、場所的に結構ひなびた感じなんですけど、それなりにお客さん来てる感じで、なんかこういう、古いとこなんだけど、まだ寂れてなくて人来てるっていうのはいいなっていう話してましたね。で、夕方になってから明かりが灯ってました。こう入っていきたかったんですけど、時間がもう遅かったんで、この時点でもう夕方5時近かったですね。で、宿まではまだ20キロ以上あったかな、ここは。が。あ、ヌルだからなのか割と地元の人も入りに来てる感じでしたね。で、この後ちょっと下っていって、岩木山が見えてきました。ここのとこが一番印象に残ってますね、岩木山の景色は。電線入ってるんで写真的にはあれですけど、この、弘前の方の市街地が霞んで見えて、で、岩木山が見えてるっていう。確かこれ、民家の庭の盛り付けしてあるところの斜面に登らせてもらって撮った写真ですね。確か。そう、別名、津軽富士ですね。まあ、電線入ってますけど。電線処理すれば。そこまでするとなんかなぁ。めんどくさいしなぁ。でも確かにできますね、処理は。やろうと思えば。電線が。で、黒石市通ろうと思ったのはもともとですね、田んぼアートっていう、田んぼに植えてある種の違いによって絵が描いてある田んぼ。なんかおかしいな。まあいいや。その絵が描いてある田んぼを見るためだったんですけど、まあ、こうですよね。この時点で夕方6時前です。写真だと。うん、配信の時はもう実際暗かったんですよ。
そう、稲でというか作物が違うんじゃないですかね。そう、明日雨なんですよ。でもなんとか下からでもわかる絵だった。確かこれ第二会場なんでしたっけ？イエスバルタン。いや、灯台じゃなくてこの田んぼアート見るための台です。台というか塔か。あ、品種なんですか。じゃあ一応稲ではあるのか。かなり綺麗なんですよね。で、これわかるでしょうか。左上からつぶらやプロ50って書いてあります。確かこれ50周年記念のなんか提携してるものなんですかね。無慈悲ですか。無慈悲な夜の女王だっけ。昨日中がそんなセリフありましたっけ。バルタン何度も出てきてますよね、別作品でも。で、これが、ガラモンだっけ。あの赤くてネズミみたいな手がついてるやつ。共産のはどういう経緯か分かんないんですけどね。うん、なんとか写真は撮れました。で、トラマンですね、ここのところ。あと、ウルトラマンが飛んでる姿がこの辺りにあったはずです。あれ？ガラモンじゃなくてピグモン？あれ？ピグモンとガラモンって、どっちがどういうやつでしたっけ？ピグモンか、これ。すぐわからなくなる。あれ？じゃあガラモンってどんなんだっけ？画像検索。画像検索だけだとわからないな。明らかに違うやつもいる。あれはジャミラだっけ。まあいいや、ジャミラでしたよね今の。で、近くにあの古い列車が、あの古い列車が展示してあって、そのすぐ横、あのこれ何鉄道だっけ。鉄道の名前は、鉄道の名前は、あれ？書いてない。書いてない。あ、これが江南鉄道か。江南鉄道の線路ですね。で、ちょうどあの列車が走ってきたんで、これ電車ですね。あの、一周撮りました。こっちがあの、現役の方ですね。こっちはもう、展示されてしまってるやつ。うん。入った地球人ってなんだっけ。そう、 T シャツ頭にかぶって、こうなんですね。弘前のこうと南はなんだろう、南部、それとも単に弘前の南側ってことかな。で、こっから先はあのもう真っ暗になっちゃったんで、これ本当はかなり暗いんですよ。なので、あのバイパス沿いに走りました。あの街灯あるところ、うん、私の今使ってるやつコンデジなんですけど、素子がでかくてソニーの RX100 ってやつです。で、昔使ってたやつに比べると本当に映り良くなってますよね。電車と機動車、え、汽車って言っちゃダメなんですかね。機動車、そう、黄色いのはあの明かりのせいですね。これは金星とか木星あたりかな。いや、拡大するとそうでもないんですよ。それなりにブレてるしボケてるし。ああ、間違えた。キャノンはこのクラスの今あるのかな。前使ってたパワーショット S95 っていうのも綺麗だったんですけど、そこからまたさらにあの一段綺麗になった感じです。綺麗というか、その細かく映る感じ、うん。まあ星は明るければ映りますね。で、この日の宿はこちらです。これ確かコメントで教えてもらったとこですね。あの境関温泉ってとこで、素泊まりが4000円と、その割が4000円と、朝食はいくらだっけ。ここも朝食400円だったかな、500円だったかな、そんぐらいのとこですね。いや、私の写真記録で撮ってるだけなんで、構図とか全然分かってないです。で、宿の受付はこの温泉の受付でやって、で、行って案内されたらこんなになってました。他に泊まってる人もいたんですけど、みんな工事現場のにの仕事で泊まりに来てる人たちだったんですね。そうそうそう。ただ私これ正しく言うと吉野家の吉なんですよ、本当は。吉川って書いて、あ、吉川と書くんですけど、吉川、侍の方じゃなくて土に口なんですよ。
で、それはパソコンで入力しても出てこないです。吉野家っていうのもあれ、本当はパソコンで正しく表示できないんですよね。吉野家の吉です。というの別に本名をそんなにアピールしなくていいですね。ん？給餌隊って発足？ん？発足。で、部屋はビジネスホテルでした。もっとなんか民宿っぽい方かなと思ったら見事にビジネスホテルでしたね。ここです。で、夕食はですね、近くにもコンビニはちょっと行けばあるんですけど、まあ面倒だったので、温泉内の食堂で食べました。生姜焼き定食800円ぐらいだったかな。800円か750円か、そんぐらいでした。まあ特に安いわけではないですけどね。アイリン地区って確か大阪の方なんでしたっけ？なんかネタにされてるのしか聞いたことないけど。そう、生姜焼きはまあ安定ですよね。タレで。肉。結構この肉でかかったんですけどね。あとタレがえらいたっぷりかかってて。まあこのタレさえあればいくらでも食べられる感じでしたね。で、その後ゆっくりお風呂入って、風呂上がりにコーラ飲んでました。確かここの瓶で入ってるやつで、コーラともう一個ファンタって書いてあるのがあったんですけど、ファンタの何味じゃなくてファンタなんですよ。ただファンタとしか書いてない。あー、キャベツタレ浸しますね。浸しますね。とても浸しますね。豚肉炒め定食。あれかな？孤独のグルメネタかな？でも最近結構瓶の自販機は温泉施設にありますね。あと、復刻版ファンタとかもありますね。で、その後部屋配信して、リンゴも配信しました。血を見なくてよかったです。なんか瓶コーラうまいんですよね。なんか瓶の口が。あ、富良野はですね、過去2回行ってます。4年前の配信で行ったのと、それより前にも行ってますね。で、南富良野のメロンの宿に泊まったり、メロンのライダーハウスに。奥のテッシュ。で、この日の写真はここまでかな。あと2日ちょうど悪いな。実にちょうど良くないな。でもあと2日間残ってるんですよね。